イコテンの羽休め。イエーイ。いや。今回もですね、私かなたゆうかの声が死んでおりますので、本日のパーソナリティを務めるのは、トーチはもう前回やったからじゃんけん抜けるね。パイは喋れないからじゃんけん抜けるね。え私も最初はグーじゃんけんぽい。あざゆです。かなたゆうかが返答しているために代理パーソナリティを務めますので、猫みちゃんぽと水色担当みなむかほと緑色担当かなたゆうかと紫担当しずきとわです。イエーイ、お願いします。イコテンです。お願いします。しゃべれん。頑張れん。トーチも頑張ったんだから。しゃべれんよ。何の話よ。そうだ、自分が決めなかったことがあって、うん、あの、うん、ファンの人の総称、うん、お名前、うんうんうん、を決めたいんですけど、どうでしょうか。決めたい。決めましょう。いいよ。ファンネームというやつですね。そうですね。ファン絵文字も作りたい。あ、ファンマーク。うん、でもなんか、トラと翼だよね、多分。うん、それはもう決まってんじゃない。わかりやすいかな。顔じゃなくて、あの、全身の、全身のトラと翼、よく公式が使うやつだった。が、推しマークです。その横に色入れたら、推しから。推しから。あ、なるほどね。楽しいで、どうやって決めるの。よくあるの、まるまる瓶とか、あとか多かったりするけど、かっこいい感じにするか、かわいい感じにするか、うん、変わった感じにするかとかで、いろいろあるやん。あー、悩ましいな。ね、かぶりたくないやんか。うん、ラッテ英語でタイガー。タイガーだよね。英語じゃなくてもいいんじゃない。英語じゃないとか。うん、でもかっこよくない。しか出てこない。タイガトラから取るか、天から取るか。君の力で僕に翼をって言ってくるから、うん、翼をくれそうな人。翼授けれる神様、名前があれば。白虎って何。白虎、白いトラって書いて。あー、白虎かっこいい。白虎かっこよすぎ。白虎みんな、イコテンに対して白虎なね、かっこよすぎんか。逆じゃね。かっこいいな。白虎って聞くと可愛く聞こえる。なんか自分らが言うと言葉に出すと、まあ、言葉に出すとね、漢字にするとかっこよ。かっこいい。ひらがなにしようじゃ。白虎。白虎。イコ丸。点じゃなくて丸。イコ丸。かわいいな。うん、西を守護してくれる神の獣。神の獣めちゃいいやん。かっこいい。神獣じゃん。四神？あ、四つの神？うん。あ、なんか一つ。竜とか、うん、亀とか。あ、スザクとかな。あ、うん。赤トラと青トラと黒トラもおる。トラいっぱいおる。ウィキペディアまだ制作されてなかった。黒の方がイコテンっぽいよね。うん。まあ黒か白。黒トラとはとはちって調べちゃった。なんで？トワって打つとさ、うん、間違えてさ、トワツのトワが出てくるけん、うん、ほんと、検索するときのワって、ハなのに、うん、ワって打っちゃった。ね、出てこん。黒トラ。黒トラはわからんけん、却下。白虎。白虎。白虎おもろすぎ。いや、白虎まあいいよ。どういう意味の羽なんだろう。何の羽なの。タカとか、そうそうそう。何人の羽なんだって。あ、イコテンの羽。そう。何の羽がいい。あ、決めていいの。決めていいの。やっぱカラスがいいな。黒。黒。カラス好きないけど、カラスには嫌われたの。ペンギンの羽で。ペンギン可愛すぎる。空飛べない。飛べないじゃん。可愛い。何の羽がいいやろ。え、待って、羽ついとるもんが何も思い浮かばん。鳥しかないっけ。カナブン。やだやだやだ、虫は嫌だ。虫は嫌だな。でもなんかアヒル。かわいい。アヒルって飛べるっけ。アヒル飛べないんじゃない。なんかこうちょっと浮くぐらいは違うと思う。アヒルはアヒル。でもあのコールダックがいいな。アヒルよりちょっとちっちゃいアヒル。へインスタで一生見てられる。かわいい、マジでかわいい。コールダック。私はフクちゃん。フクちゃん。フクちゃん。
家で飼ってるインコちゃんの小桜インコの黄色で上パクラ変えるか新メンバーということで可愛いカラス以外あんまりこう空飛ぶことを意識してないそうねだってあの飛びたいと思ってるかもしれない本人はあ確かに、うん、ペンギンだってね飛びたい欲はめちゃくちゃあるもんねそうペンギンって飛べるって思ってるのかなペンギン自体はそうそうそう思ってるの羽ばたいてるもんねよくね鳥類なのにねとりあえずは白子しか出てないじゃん白子なのなんかこれ濁点っていうのがどうなんだかっこいい系でいくでもどっちとも取れるよね漢字にしたらかっこいいもんやしひらがなにしたらかわいいしやっこ西の神守護神秋を象徴し道を表す家を訪ねる人を意味し商売繁盛を助けてくれると言われてます道を表すやってかっこいい西の方守ってるんだよこっち西の方じゃん、ね、西日本、ね、いい子しか出てこないいい子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 やっこずってダサヤコテンマルヤコテンマル船みたいね、作るかやばいヤコテンマッピングの船ヤコテンかわいいなヤコテンジャコテンじゃんじゃあ、ほんとだイカテンしか出てこないイカテンにしちゃうここで伏線回収復活イカ天のみんなみんな多分絶対もう納得いかんねえ嫌じゃない虎の子推しの子本当にそれやね虎の子とは大切なものや秘蔵のもの金品などを表します虎は自分の子供を大事にするためそこから手放さない大切なものという意味になりましたまあ我々が手放さない存在っていう意味にもなるすぎてるなキコとかあるよキコの勢いっていうことわざがあって、うん、勢いがついたら途中で止められない貫通させるしかないっていう意味虎に乗って勢いよく走り出すと途中で降りられないことを表しています、うん、虎に乗るってことだねキコ乗られるの後ろイカテンマルビャッコという船にビャコテンマルという船にじゃあビャコテンマルに寄稿してもらって長くなるもしかしたらビャコテンマルの寄稿長いでも今そういうアニメ多くないラノベみたいなタイトルとかそうそうそう長いタイトルのね、うん、それっぽい可愛いと思って開いたらさ、うん、意味がちょっとダメだなあるねそういうのそうなんか虎に子供の子で「丸」って読むのやってうん、うん、お丸だった意味がダメだダメだ可愛いけど逆に可愛いけど意味がダメだった可愛くないだってテント丸だようん可愛い可愛いしかも虎の子で丸だよ、うん、でもおまるって書いてるおもろいなダメな決まらないねこの10分にかけるっていうのが逆に難しいかもしれない、うん、みんなにも案を出してもらって、うん、また話すかそうやねその方がなんかもう少し大切にしたいよね、うんうんうん、とりあえずいい子店からは白子ですか、うん、白子ですか白子みんなの意見なければ白子になっちゃう、うん、白子天丸の貴子になるか丸になっちゃうよ白子天丸の貴子丸になっちゃうさらにそうだからねハッシュタグイコテンの羽休めで、うん、あのファンの総称をねみんな考えて、うん、ツイートなり YouTube ねコメントなりしてもらえると、次助かるな、ね、いろいろあるもんねコッシュとかねうん虎のヒゲって書いてコッシュうんみんな調べて作ってみて、うん、作ってみてお待ちしておりますもしかしたらそれが採用されるかもしれないしアドバイスいただいて、うん、アイディアいただいて使うかもしれない、うん決まらず決まらず決まらずみんなにかかってるぞよろしくなよろしくそろそろお時間も近いので定期ライブの話しませんかしましょうしましょう告知も出ましたしねそうですね定期ライブのお話イエーイ定期ボリューム2の開催が決定しましたぞイエーイパフパフどんな内容ですか8月13日日曜日
バーレッコさんにて、イコテンの夏祭り、イエーイ。今回あのフライヤーのさ、虎がハチマキ巻いてるの、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。あれめっちゃ可愛い。ハチマキつけましたよ。めっちゃ拡大してみた。可愛い。可愛い。可愛いよね。お前、おめかしもできるんかと思って。前回の定期は割とこうシンプルというか、うん、もうライブに専念って感じだったけど、今回はちょっと内容がね。そう。せっかくなのであの。リコテンちゃんな浴衣を着て、やったやった、浴衣なので、浴衣ライブ、ちょっとダンスを踊ることできないので、うん、歌を歌うミニライブみたいな感じで、うん、いいですね、夕涼み的な感じですね。いいね。メインはあれですよ、くじ抽選会だと思っております。イエーイ。豪華景品やばいよね、本当に、うん、私が欲しいもん全部。どんなラインナップですか？読みますね。はい、はい、お願いします。サイン入りデビューライブポスターと、全身アクスタ1人ずつかな、各1個ずつ、各1個ずつしかないよ。いやー、誰の手に。しこれ私も欲しい、うん、サイン入りのプリクラ。あ、プリクラ、これレアじゃない？レアじゃない。当日使える集合ショット券、今ないからね、全書、うん、と当日使えるムービー券、動画が撮れちゃう、で遠征のランチ機ですね。だって遠征ランチ機はさ、ペアとかもあるかもしれないから。なるほどね、ソロだけじゃないか。ソロだけじゃないからね。ソロもあるし、ペアもあるし、もしかして4人ちょっともあるかもしれないし、うん、いいね。どれが当たるかわかんないですけどね。え、めっちゃ変な格好してたらどうする？もしかしたら景品がね、このラジオが出てる時には増えてるかもしれないけど、今の段階ではそうですね、これが内容ですね、うん。豪華すぎる、うん、豪華すぎる。いや、いいな、全部欲しいなってなるね、これ。あとイコテンさんのオリジナルドリンクも、バーネッコさんとコラボして出させていただこうと思うので。いやー、すごーい、盛りだくさんですね。ライブがね、少ないところはちょっと申し訳ないですけど、うん、いつもと違うイコテンのライブ、うん、ライブっていうかイベント、うん、楽しんでもらえたらいいなと思います、うん、オフ会寄りだね、うん、そうね、会寄りのイベントだね。そう、そう、ずっと言ってたよ、交流ができるイベントをやりたいってアパがずっと言ってて、うんうん、やっとできる、楽しみ、楽しみだね。なのでぜひ皆さん来てください。お待ちしております。よかったら浴衣で来てね。お、いいね。なんか浴衣特典とかないんですか？ちょっと考えてるけどまだわかんない、ないかもしれない、まあ、浴衣で来たら浴衣のイコテンちゃんとチェキ取れたら嬉しいね。そうだね、そうだね、嬉しいね、恐ろしいよ、恐ろしいよね。お待ちしております。そろそろお時間がやってまいりましたので、皆さんの羽も休めることができたでしょうか。本日のイコテンの羽休みをお送りしたのは、ねこみちゃんアパと、みなもかほと、かなたゆうかと、しずきとわでした。また夢でお会いしましょう。おやすみ。